私は姑からいびりを受けていたけど、周囲に姑を押し付けられ介護放棄しましたよ。食事は作りましたが介護食にはせず、至って普通のものを作り続け、おしめの取り替えもせず、ホームヘルパーの手配等も一切放棄。居住の場は与えましたが、それ以外しませんでした。私でしゃ、夫が姑に食事を取らせ出社、私が帰宅、食事を作り自分だけ済ませ、自室で好きに過ごす。夫が帰宅、姑に食事を取らせ、姑の身の回りのことをするループ。これを続けるマブの逆ギレや夫親類からの圧力等々もありましたが、無視を決め込みました。夫が介護等のストレスで入院、辞職しましたが、一切感知しませんでした。お前は人間じゃない、冷酷すぎると言われましたので、姑らから受けたいびり、暴力暴言やその後遺症の証拠、録音、録画、診断書ほかをもとに刑事告発、民事訴訟を起こしました。そちらに関しては、私の被害妄想、悪気はないで、すべて済ませてきた。夫に関しても、きっちり慰謝料請求、離婚請求。姑は、年齢から不起訴になりましたが、慰謝料はいただけましたし、夫の姉、弟、妹からも、それぞれ取りました。夫と共同名義だった家と現金ほかも、私のものになりました。夫とは、生活費は完全折半だったこともありますが、学生時代からの付き合いで学生結婚、若気の至りでしたね。30過ぎですが、これらの出来事で変に達観してしまった感じがします。夫は、会社勤めもままならない体になりフリーターを、しながら姑を介護しつつ姉、妹と同居。夫の兄は、姑の介護を妻に押し付けようとして別居。姑の遺産は、ほとんど、私への支払いに消え、経済的にも苦しい様子です。徹底的に叩きのめしたので、すっきりしています。姑は不起訴でしたが、夫の姉には、傷害の前科がつきましたし、それを原因に離婚されましたし、まさに一家離散の夫一族。昔は、とても大切な人だったけど、ここまで憎んでしまえるのは我ながら恐ろしいです。こんなこともあるので、皆さん、介護を気安く引き受けるようなことはしない方がいいですよ。